の脂肪が90日で10キロ痩せる。ダイエットとは情熱である。ピタゴラス牧雄です。本日ダイエットスタート開始してから38日目になります。本日は変形性膝関節炎と腰痛についてお話しいたします。体脂肪が多い人は体重も重いわけですから、全身の骨や関節、筋肉などに大きな負担がかかります。体重に見合った筋肉がついていれば特に問題はないんですが、その影響が最も大きいのが体重の10倍もの負担かかる新関節で、運動不足で筋肉が衰え、体重だけが増えてくると質関節が少しずつ変形してきます。やがて炎症を起こして歩くのも辛くなり、ますます運動不足になってさらに太るという悪循環になってしまいます。腰痛も同じです。衰えた腰周辺の筋肉が重い体重を支えきれずに起こります。どちらも運動不足と肥満が大きな要因になります。生命を脅かす病気ではありませんが、仕事や私生活にはかなり支障をきたします。運動とダイエットを心がけ、予防したいものですね。あなたも今日から1日5分のトランポリンダイエット、ぜひ一緒にやってみましょう。では。